お疲れ様です。おお、よく来たの。トランクスは？おらんな。トランクスには別の仕事を頼んでおいたから大丈夫よ。また歴史の改変が起きていてね。いつもならすぐに修正をお願いするところだけど、その前にあなたにこれを見てもらいたくて。さあ始めるぞい。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、そんな、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出し殺す。この前の戦いで半分のパワーを使ってはなかった。おまけに今度は二人ばかり。あんたに勝ち目はない。どうして来てしまったんだ。すみません、でももう決めたんです。俺にはゴハンさんを見捨てることなんてできません。どういうことだ。あいつ、この前の敵だ。どんな手段を使ったのか知らないが、手が伸びたくらいじゃ俺たちに勝てないよ。それはどうか。こんな雑魚どもに、この俺が積み重ねてきた修行の成果がようやくお前たちに届いたようだな。これで力を感じたさ。戦いを終わらせる力を。これはい、
ちょっと楽しみにしていたんだけどな。終わった。ええ、俺たちの勝ちです。人造人間は完全に破壊されました。平和が戻ってくるんだな。昔の頃のような穏やかな日々が。トランクス、来るなと言ったろう。どうして来てしまったんだ。ここに来てはいけなかったんだろう。確かに、俺は許されないことをしました。もう二度と元の世界には戻れません。でも、それでも、俺はこれ以上悲しい歴史は見たくないんです。もう、あんな未来は。トランクス。大丈夫です。俺に後悔はありません。ゴハンさんと、この世界を救うことができたんですから。そうか。わかった。これ以上は助けられた俺が言うことじゃないな。ありがとう、トランクス。おかげで人造人間を倒すことができた。本当に強くなったな、トランクス。ゴハンさん。よければ、これからもこの世界を守るために、君の力を貸してくれないか。もちろんです。数年後に現れるはずのセルも、二人で戦えば楽に勝てるはずです。あとは、この時代のセルの卵も破壊して、そうそう、眠っているブーも何とかしておかないと。セル、ブー、何のことだよ。俺は、この先の未来のことも知っているんです。その知識を、平和のために役立てますよ。頼もしいな。もう先のことを考えてくれてるんだね。でもまずはこの時代のトランクスとブルマさんに人造人間を倒したことを報告しなくちゃ。君のことも紹介しないといけないしね。あ、そうか。母さん困るだろうな。息子が二人に増えて。きっと大丈夫だよ。賑やかになるって喜んでくれるさ。そうかもしれませんね。見ての通りじゃ。この歴史改変はあの時のトランクスの葛藤から生まれたものよ。この時代のゴハンとトランクスが出会ってしまったことで、また新たな歴史改変が起きてしまったというわけじゃ。
この歴史は間違っている。だけどこの歴史の先には平和な未来が待っているでしょう。それこそがトランクスが本当に望んだ未来なのかもしれないわね。じゃが改変された歴史を残しておくのは危険じゃ。別の歴史改変を生むきっかけになるかもしれんしの。今回のようにな。あなたはどう思う？この歴史改変は修正するべき？それとも消さずに残しておくべきかしら？そう、そうかもしれないわね。うん、あなたの気持ちは分かったわ。今の話は参考にさせてもらうけど、最終的な判断は私に任せてね。お疲れ様じゃったの。